今回はダメージ歯車の提案をしますわざと歯をこう2箇所 2, 2, 2つの歯を、えー、欠損した、えー、歯車を用意しますこちらを A 軸に設定します A 軸に設置しますよ ABC」A B C、と歯車がかみ合って A で発生した駆動回転は C に伝動します。A と C それぞれに回転を検出するセンサーをついていると想定して考えてください。A が回転すると、B、C がそれぞれ当然の型を回転します。歯が欠けたところに来ると、A は回るんですけども、歯がないので B、C が回転しません。これで A と C で回転差が発生します。 今ですね。はい。これで装置の不具合を演出することができます。はい、どうぞよろしくお願いします。